馬島は、渡満江以北の満州にある、朝鮮民族居住地を指す。主に現在の中華人民共和国吉林省東部の延辺朝鮮族自治州一帯で、中心都市は延吉、渡満江を挟んで、北朝鮮と向かい合う、荒木島とも言った。当初、朝鮮では、渡満江の中州島を馬島と呼んでいたが、渡満江を越えて、南満州に移住する、朝鮮人が増えるにつれて、馬島の範囲が拡大し、渡満江以北の朝鮮人居住地全体を馬島と呼ぶようになったものである。また、鴨緑江以北の朝鮮民族居住地が西館島と呼ばれることもあった。詳細は、馬島問題を参照18世紀末の朝鮮全図、18世紀及び19世紀の朝鮮の地図では、鴨緑江と渡満江を清と朝鮮の境界としている。一方で満州及び朝鮮を描いた西洋の宣教師による同時期の地図には、鴨緑江、渡満江より北に境界を置いている地図もあり、EN、ファイル、kauryoukoo.jpg、韓国ではこれを、馬島の領有権の証拠と主張している、朝鮮王朝実録によれば、大祖李成桂の時代に、北部諸親族を基準させ、鴨緑江と渡満江を国界としたとされる。李氏朝鮮において、野人居住地域である満州に関する地理的知識は乏しく、この野人満州族による侵攻後に興味が持たれるようになり、1697年の春、正教師が死により持ち帰られようやく理解が進んだ。もともと満州族の正長は白頭山一帯を祖先の地として風禁地としていたが、徐々に朝鮮農民が入植した。1712年、国境を確定するため、清と朝鮮の役人たちにより、白頭山を南東に 4km ほど下った地点に、大秦ガラス辣総監、僕勝昇笹宗左辺至るこれ、秦氏、西為鴨緑東為土門、高分水嶺上六位下目記と、国境が記された白頭山定海碑が設置された。しかし流入は収まらず、清朝が1881年今春に、招き荒木局を設置して、河口地を調査したところ、すでに多くの朝鮮農民が入り込んでおり、住民の8割に達していた。清朝は朝鮮に越境民をすべて引き上げさせるよう要求したが、越境農民の数が多く、どうすることもできなかった。このため、清朝ではこれら朝鮮人農民を領民と認め、課税することにした。清朝の招き荒木局では、朝鮮農民を募集し、食料を与えて開墾させるようになったので、さらに多くの朝鮮農民がこの地域に入った。朝鮮では、白頭山定海碑の土門は、渡満江北方の土門郷に流入で、これこそ、清朝国境であると主張した。清と朝鮮は、国境線確定のために1885年に会談し、朝鮮の渡門関海使は、定海碑の文句通り土門郷に国境を定めようとし、清国代表は、渡満江が境界と主張、合意には至らなかった。1887年、再度談判が行われ、朝鮮は、以前の主張を撤回し渡満江の最北端の支流、黄土水を国境線として提案したが、清は最南端の支流、石乙水の案を譲らずまたも合意には至らなかった。日清戦争での清の敗北による、大韓帝国の樹立後、1899年に締結された反清通商条約でも国境は明示されなかった。1900年、義和団の乱が起こり、清の勢力が弱まると、朝鮮は1903年間島管理使を任命して、現地に派遣した。このため、馬島問題は、清朝間の国境問題に発展した。詳細は、日清協約を、参照過去満州。朝鮮に興味を持っていたロシアが日露戦争後に手を引き、1907年8月に日本は延吉県ドンチン村に韓国東韓フリンジ間島派出所を設置し、局市街、頭洞口など6カ所に文献所を置き、憲兵と警察官を配属した。日清協約で清の馬島領有権を認める一方で、居住権保護として馬島の解放地に移住する。朝鮮人の裁判権が日本側とされ、それ以外の地域は清の裁判権とされた。また、1907年の東韓不臨時監視マ派出所の調査によって、土門港は雲蘭川ではなく、第二松花港に流入する現在の五道白川であることも確かめた。これに反発した清は、奉天から一個連隊を真島に移駐させるなど、強硬な態度を見せた。1909年9月4日、日本と清の外交交渉の結果、日本は清における他の権益を譲歩させるため清の真島領有を認める満州及び真島に関する日清協約を締結し、清と大韓帝国との国境を確定させ、真島問題はようやく解決された。1920年代前半に真島、朝鮮北部の鉄道網が整備され、朝鮮人農民の真島流入数はさらに増加した。1907年に約10万人であった真島の人口は、2は約52万人となり、同地域の朝鮮人の人口も約7万人から約40万人へと増加した。日韓併合時代には、朝鮮人が中国各地に移住したが、その約 60% は真島に居住していた。こうした状況下で1931年に北部の長春で万宝山事件が発生し、入植中の朝鮮人とそれに反発する現地、中国人農民との衝突があった。第一次世界大戦後の民族自決の機運の高まりによって、朝鮮各地で独立を訴える 3.1 運動が起こると、真島の朝鮮人居留地域でも朝鮮独立、運動に関わる武装組織の活動が、活発化し、居留朝鮮人の資金提供によって、中国関係やロシア過激派との協力を行った。日本の主権下にない真島地域は、独立軍など抗日パルチザンの根拠地となり、これらパルチザンは、朝鮮北部にしばしば出没した。1920年には、ゲリラ事件が相次いで発生し、同年1月には、大韓国民会を称する武装組織により、朝鮮銀行の金が略奪される事件、また、同年9月以降には、紺春が襲撃され、日本領事館が焼失、民間人を含む13人が殺害された事件が発生したことから、日本は真島出兵を決断し、奥地へ逃れた武装組織を追って、和留県の青山里付近で独立軍と戦闘となった。また、1930年5月には、中国共産党の支援を受けた朝鮮人独立運動勢力による武装蜂起が発生している。一部の朝鮮系パルチザンは満州国成立後、1933年には中国共産党系の武装抗日組織である東北人民革命軍に編入され、1935年には国境合作により東北抗日連軍となった。この第一組織軍第6師長は、金日成で、1937年6月5日、金日成部隊は、警察官7名を殺害し鴨緑江国境の町普天保人を占領した。現在の北朝鮮では、真島パルチザンを、朝鮮革命の起源としている。牧村弘に、真島パルチザンの歌がある。白頭山付近の中朝国境線管島は、1932年に、成立した満州国では、鉛筆を主婦とする真島省とした。満州国崩壊後に満州を手に入れた中華人民共和国は、真島は中国領とするものの1952年には、延辺朝鮮族自治区を設置して、朝鮮族の一定の自治を認めている。1962年に、朝鮮民主主義人民共和国との間で結ばれた、中朝辺海条約によって、白頭山天地上に中朝国境線が引かれ、1887年の朝鮮提案と同じ鴨緑江、土満江を国境に定め真島は中国領とすることが両国間で確定した。この条約により、天地の 54.5% が北朝鮮に、45.5% が中国領として、ほぼ半分に分割されることになった。また、鴨緑江と土満江に451の島と砂島が確認され、264カ所、面積で 85.5% が北朝鮮に属し、天地も真島協約当時に比べ減少した面積は多くなく、北朝鮮が同条約締結の際に、朝鮮戦争参戦の見返りとして、中国に白頭山の一部を譲り渡したという説は事実とは異なるとされる。中朝返還条約では、ひとまず、鴨緑江と砥満江を境界にするとし、後に、白頭山から流れ出るそれぞれの川の水源となる小川を探し、それをもとに国境を引ければよいと考えていたが、後々詳しく調査したところ、砥満江は長白山天地から直接発しているのではなく、やや離れた湖から発していることが分かった。このため1986年、中国と北朝鮮はこの問題を協議し、1990年、21個の境界碑を建てて、砥満江から天地への国境線を引いた。これにより、白頭山天地を囲む大きな峰16個のうち、9個は北朝鮮に、7個は中国に帰属することになり、白頭山天地沿岸全体の 60% が北朝鮮領として確定した。2005年、朝鮮日報はこのうちの17番目の境界碑が、韓国が土門川に比定する後道白川脇に設置されていることを確認し、後道白川は北朝鮮側から流れ出ていることを報告している。韓国は、真島は伝統的にも歴史的にも韓国と非常に密接な関わりがあり、韓国領土だと主張する一方、中国は、真島問題は朝鮮人の創作、あるいは捏造であり、さらには一つの伝説に過ぎないと主張している。現在の韓国では、北朝鮮が中国と1962年に結んだ中朝返還条約を認められないとする声もある。また、後道白川に発し、松花江南部分からアムール川が流れ込む、間宮海峡北部、オホーツク海に面したアムール湾までのロシア沿海州、ハバロフスク地方を含む部分も、真島地方であり、韓国領土と主張するグループや、さらに西館島から、遼東半島までを含めるグループもある。2005年から真島協約にちなんで9月4日を、真島の日と定め、特に真島協約100周年にあたる2009年9月4日には様々な関連行事が行われた。一方、韓国においても中朝返還条約によって引かれた中朝国境線は1887年の2度目の国境会談で朝鮮が提案したものと同じであり、このため日本が清と勝手に結んだ真島協約により真島が奪われたというのは当たらないとする見解もある。また、山口正文日本経済新聞記者は、朝鮮半島は中国や日本に囲まれ、日本の植民地支配を含めて繰り返し侵略にさらされた。領土に強くこだわる背景には、周囲の大国に翻弄され続けた侵略の歴史があるとの見方も多いと歴史的背景を指摘している。今後、南北朝鮮が統一されると、この地の帰属をめぐる領土問題が再燃する。可能性がないわけではない。その例として現在中国社会科学院は中国東北部の少数民族の歴史研究プロジェクト東北工程を進めているが、これにより高句麗は中国の一地方政権として中国史に編入されつつあり、韓国国内の民族主義派からは満州に起源と多くの領土を持っていた高句麗を韓国史から排除することによって満州を南北統一後の韓国が領有することの正当性をあらかじめ排除しようとするものとの推測が生まれ、高句麗史をめぐって中国と韓国の衝突がすでに始まっている。ありがとうございます。